冬は味噌だね。第2弾、焦がし香ばし辛さピリリ、ネーミング通りすぎるラーメンをここで。新焦がし味噌タンメンひたすら。隣の女子は君とバンドの清原理央さん。11月某日、都営新宿線神保町駅 A3 出口到着。靖国通りを左手に九段方向に進む。お目当てまで徒歩2分程度。しばらく進み、最初の右折路に入ると、そろそろ、あったあった。新焦がし味噌タンメン、ひたすら。冬は熱々の味噌が美味しい季節。味噌ラーメンいろいろあれど、ひたすらさんは新焦がし味噌タンメン。どんなラーメン？こんにちは。オーダーは新焦がし味噌タンメン、辛さは普通で。そして締めアイテムとしておすすめしている生卵、どう締めるかは乞うご期待。それでは新焦がし味噌タンメンひたすらの皆さん、最高の仕事、最高の一杯をよろしく。さあ仕事が始まったぞ。まず大量のもやしに火を通す。おお、炎が立ってる。火を通し香りが立つ。エジからつよつよ、ずっと見ていられる。麺を茹でる。麺は亀陣食品特注チューブ止め。味噌スープに火を通す。味噌だれは赤味噌と白味噌をブレンドし、さらに数種類の食材を合わせたもの。その焦がし味噌に鶏ガラ、豚、野菜などから取ったスープを合わせ、味噌スープが完成。器に注いだのはマー油か。この黒い油に美味しいがギュッと詰まっている。はい、いらっしゃいませ。お客さん、俺がラーメン食べに行くと隣の客は可愛い女子なのだが、今日は…おい、マジかよ。ご当地アイドルマニアの俺なら即認知。彼女は愛媛で絶大な人気を誇るアイドル、いや、バンド、君とバンドのギターボーカル、清原理央ちゃんではないか。俺的世界三大理央の一人、内田理央、寺本理央、そして清原理央。焦がし味噌スープをマー油に合わせたところで、我々を素晴らしき麺の世界に誘うあの要が始まる時間。ゆっくりと目を閉じ、耳を澄まそうではないか。細かく大きく何度もチャットし、麺を器にドボン。その上にもやしマウンテンを作り、チャーシューを添え、彩りでネギ。これはきっと人生初のラーメン。ひたすらの皆さんのひたすらな仕事に感謝。着丼。新焦がし味噌タンメン。ネーミングのごとく、辛さは過小で、焦がしはマー油、味噌スープに野菜たっぷりタンメン要素。何からいく？やっぱりスープか。オレンジと黒がバチバチなスープ、どうなんじゃ。こんなん初めて。これすげえ、うまっ。口の中で香るがいっぱいになるスープ。まず感じるのは麻油の焦がし感。心地よすぎる焦がし風味がバツーンと広がり、続いて味噌のまろやかな塩気。数種類の食材をブレンドとあって、一言で語れない濃厚複雑な旨味のウェーブが訪れる。辛さやしびれは辛党の俺にはほどほどな感じ。もっと辛い&しびれがあるので、辛いもの好きはぜひ。さあお次は麺。スープがしっかり絡んでよきよきよき。いや、やっぱえっくうめえ、うめえ、うめえ。スープがしっかり絡み、この麺うますぎだろう。味噌スープと麻油でノンストレスでスースースー。もう一度麺がスースースー。すいません、もう一度麺をすする時間です。
野菜と一緒に行くぜ。最高すぎる味噌スープとマー油のハーモニーはもちろん、麺ともやしを噛んだ瞬間、もちもち感、小麦感、シャキシャキ感、そして焦がし感、食感と味覚、さらに嗅覚を刺激。とんでもねえ融合技、いくらでもいける。が、ちょっと箸休め。チャーシューはどうよ。柔らかし、ジューシー。ややさっぱりめの味付けで味噌スープが絡んでチャーシューおいしいが完成。しっかり計算されたチャーシュー、見事ですな。ここで何でもそのとろみでうまくする黄色の悪魔生卵が登場。さあ卵を溶いてラーメンにかけるのではなく、つけ麺的に麺を溶き卵に入れて追いスープかましいの。すするすするすする。これめっちゃうめえし楽しい。ナイスアイディアすぎる。締めはぜひぜひ溶き卵で行ってみてくれ。ひたすらな仕事で完成したひたすらうめえラーメン、最後の最後までひたすら楽しめました。さあ私が頼んだのは新焦がしラー油混ぜそば。情報量が強強な名前、もう香りが鬼で神で香りの悪魔。野菜炒めがたっぷりで、その上にラー油、焦がし感がすごすぎる。さあもっとこの香りを立たせるんよ。混ぜそばやけんしつこく混ぜ混ぜする。魅惑の混ぜ混ぜタイムスタート。やばい、えぐい、もう焦がしの香りがプンプンしてきた。甲骨、この香りをビニール袋を入れて持って帰ってお家で拡散したい。さあしっかり混ぜ混ぜしたところで麺いっちゃうよ。すごいよこれ、完全優勝。絡んだタレの風味を、ラー油の辛さはほどほどで、ちょっとお酢の酸味だからこってりでもあってさっぱりでもあるんよね。そしてサクッとした玉ねぎと、これはナッツだ。ナッツのコリッとした食感も面白い。もち、サク、コリ、食感のあいつら全員同窓会。おいしい食感のデパート、フジグラン重信級レスパスシティ級、世界中の美味しい食感がこの一口に集約。もっちりシャキシャキ、サクコリ、おいし楽しい食感が多すぎ。セルジオイチゴ杯争奪サッカー大会並みに楽しみいっぱい。これで終わりではない。サービスの追いご飯を入れてガラムマサラをかけていただくという鬼すぎる締め方があるんよ。やっちゃうよ、一択でしょう。わっ、ご飯混ぜる時がまた至福。スパ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 イシー、味変すぎて味変カンフージェネレーション、もうリライトだ。美味しい超幻想、忘れられぬ存在感。全身全霊でこのラーメン堪能しました。味変カンフージェネレーションとか女子のダジャレ良きよ。もっと心の声を聞かせておくれ。君の超幻想、忘れられぬ存在感、心の中で君とバンドを組んでみたい。まあ要するに率直に大方の予想通り、平たくところはばからずに素直に言ってしまえば、その時俺は彼女に、あんたもラーメン好きなん？惚れた。これはきっと新しいジャンル、新焦がし味噌タンメン、溶き卵で締めという強強なオリジナリティも良き。新焦がし味噌タンメンひたすら、早速ツイート。